くるくる再生利用。よし、最後だ。うん、まくって知れば知るほど奥が深いね。そういえばマック、今日はバッグ持ってるけど何が入ってるの？大切なものが入ってるんだけど秘密だよ。それよりいいところに目をつけたね。実はこのバッグ、幕をリサイクルしたものなんだ。幕をリサイクル？こんにちは。これは何をしているんですか？これはですね、今から作るバッグですね。それを、こういった材料、廃材なんですけど、そこから切り出して、デザイン通りに自分で考えたデザインを切り出して、世界に1個しかないようなバッグを切り出している作業になります。高速道路なんかで垂れ幕で使われた材料なんですけど、もうこれを処分するっていうことで、廃材になってしまうんですけど、それをうちで太陽工業が引き受けて、バッグの材料として、再利用する形ですね。この垂れ幕以外にもテントを作る際に出た切れ端などは廃材になるため、素材や色など様々な種類のバッグを作ることができます。あ、幕を切り終わったみたい。ついて行ってみよう。そうですね、先ほど廃材ですね、そこから切り出したバッグのこれはパーツになるんですけど、そこから縫製、ミシン掛けですよね。で、いろんな部品を今からつけて一つの形にしていく作業になります。へえ。でも廃材って使い古したものもありますよね。はい、汚れてるもんも、工場で使われるフェンツですね、そのフェンツって切れ端は比較的きれいな状態なんですけど、一度使われたものとかだとやっぱり汚れてますけど、それは拭いてちょっと使える状態にして、そこから加工するっていう形になります。実は傷や汚れといった見た目が世界でたった一つのヴィンテージ感があると大人気なんです。はい、これで一応、完成になります。先ほど切り出したところから、大体こういった形でバッグとして出来上がります。かっこいい。さすがマク。本当にマクがバッグになった。面白いよね、リサイクルって。これも全部マクからできているんだ。軽いし、いいね。マクの特徴にも軽いがあったもんね。リサイクルは大切だね。忘れちゃうからメモを取るようにしているんだ。そしてこのメモ帳、なんと膜からできているんだよ。そうなの？膜が紙に？マックが持っているメモはケナファインという膜素材からできています。これってセルロースでできているんです。セルロースというのは紙の成分の一つです。紙とか木材の中にはセルロースがたくさん入ってまして、紙ってどうやって作るかというと、木材をバラバラにしてドロドロにして紙作るんですけども、このテントを使い終わった後ですね、セルロースが入っているので、同じようにバラバラにして水を入れてドロドロにして紙すきをして紙ができます。いいでしょう。このメモ帳、いろいろと幕を渡り歩いているから書くことがたくさんあってさ。どんな幕があったの？ここでマックンが巡った幕を紹介しましょう。およそ2000年前に建てられたローマにある円形闘技場コロッセオ、麻の布が日差しを避ける天幕として貼られていました。続いて海外の礼拝堂に使われている日よけの幕、日が昇っている時は日光を反射し、日が落ちたら傘をたたんで熱気を逃がすなど、お祈りする人たちが快適に過ごせるよう開閉式になっています。さらにまるでガラスのような透明な幕、高等価で変形性に富む新素材で次世代の素材として注目されています。幕がこんなにいろいろな使われ方をしているなんて知らなかった。これで僕も立派な幕になれる。ってあれ、地図にもう一つ場所ができてる。大人からの挑戦状、これまでに習ってきた幕の特徴を生かして未来の世界で実現できそうなアイデアを形にしてみよう。だって幕立派な幕の道は遠そうだね。
みんなも大人たちをびっくりさせるような膜を考えてみよう。